仏説摩訶般若波羅蜜多心経勧進財菩薩行持般若波羅蜜多智勝天護雲海苦土一切薬者利子色不異苦ただいまより第4回 4.3 大使日本の誇り和の精神の世界奉納祭事を始めさせていただきます。私は司会進行役の山本海二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの度の主催は和プロジェクト大使でございます。和プロジェクト大使の和は平和の和、大使は聖徳太子の太子でございます。本プロジェクトは日本の平和思想、和の精神を国内外へ発信する平和活動を行っている任意団体です。そしてこの度はその一環として17条憲法が制定されたといわれる4月3日に宗派を超えて日本の全国の寺院で奉納祈号を同日開催する運びとなりました。それでは本プロジェクトの代表であります宮本達彦よりご挨拶をさせていただきます。宮本代表、はい、いたします。和プロジェクト大使の宮本でございます。本日はご参集いただき誠にありがとうございました。今日この日全国33カ地で時刻は違いども同じ日に奉納祈号が行われます。この4月3日という日にちは
聖徳太子が十七条憲法を制定した日と言われております。第1回目は2018年に初めて開催いたしました。当時私はお寺とは何のつてもなく思いだけで活動を始めまして、限りなく飛び込みで各お寺にこういうことをしたいのでご協力いただけないでしょうかということで、なんとか第1回には17カジノのお寺で開催することができました。聖徳太子の17条憲法にちなんでということなものですから、できることなら聖徳太子にゆかりの深いお寺、建立七大寺のどれか一つでも参加していただけないかなと思った次第ですけれども、なかなかどこの誰かもわからない、人間が、まあ、思い立って開催するわけですから、まあ大概のところは、相手にしてもらえなかったんですね。唯一立花寺、聖徳太子がお生まれになった場所に建立された立花寺だけが、そういうことだったら私たちが参加いたしましょう。それから第2回目、第3回目と会を進めるごとに参加人員の数が増えてまいりました。こちら高野山とご縁ができましたのは、第2回目が終わった後に、2019年終わった後に、ご縁ができまして、こちらまでご挨拶に参りました。そして本日こちらにお越しいただいております山口様と初めてご挨拶することができて、こういうことですのでなんとかご協力いただけないでしょうか。そうしましたら、本当にまあ何て言ったらいいんでしょう、第1回目の時は結構いろいろな大変な思いをしただけに、本当に快諾していただいたので、あの時のことは本当に今でも忘れないでおります。第1回目の時にはですね、何しに来たんだと、事前に電話をかけて資料も送って、その上で東京から新幹線に乗って名古屋まで行ったのに、何しに来たんだと言われて、うちの寺にどういうメリットがあるんだみたいなことを言われた、そういうことも数々ございましたので、余計にもう私にとってはあの時にご快諾いただいた時の様子、本当に焼き付いております。実はそんな話をするつもりで今日来たんではないんですけれども、どうもあの時のことが思い出されて、少し皆さんにもお伝えしたいと思いました。山口様とお目にかかった後、具体的には昨年の4月3日に初めて高野山で開催させていただいたわけですけれども、その間2019年、私はパリにも参りました。そのことをちょっと皆さんにご紹介したいと思ったんですね。パリのユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教、この三大宗教で書道家による奉納祈願をしたい、強く願いました。と言いますのも、パリにはユネスコ本部がございます。私たちの活動は聖徳太子の十七条憲法を世界記憶遺産に登録する、それを掲げて立ち上げたものですから、世界記憶遺産に登録するためにはユネスコ、その本部がパリにある。そしてパリといえばフランス人権宣言が採択された都市だと、そこで日本の和の精神を海外に発信したい、その中でもユダヤ、イスラム、キリストのそれぞれの場所で開催したいと思ったわけです。おかげさまで無事に成功することができました。それぞれの宗教施設に行って、まずそれぞれの宗教の教えを日本の書道家が記号する、その上で
日本の和という、これからの世界が必要とするであろう精神を紹介したいと思ったわけです。無事に開催できた後、私は来年も来ます、来年また再びユダヤ、イスラム、キリスト、それぞれの宗教施設でやりますが、もう一つ来年来た時にはやりたいことがあるんです。ユネスコの本部の会場を借りして、そこに皆さんをご招待したいんです。ご招待をして、そして皆さん一緒にそれぞれの宗教の教えを私たちの書道家が記号いたしますので、それをシェアするってことをしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。そう提案しましたら、それぞれがですね、宮本分かった、日にちが決まったら開けとくからすぐ知らせてくれと、幾度にそれぞれの宗教の方々が僕に言ってくださいました。その時に私は大いなる可能性を感じたんです。ご承知の通り、ユダヤ教、イスラム教、そしてキリスト教、この3つの宗教は世界の長い歴史の中で戦争を繰り返しております。もちろんパリにいらっしゃるそういう聖職者の方々は平和を願っておりますし、もちろん穏やかな方々でした。しかしやはり当事者であるがゆえに、その当事者の間でユダヤ、イスラム、キリストで何か親睦を深める交流会をしようとなると、なかなかこれが難しいんですね。やはりお互いの立場がそういうことを一緒にしようと思ったら微妙に上下関係も生じてしまうかもしれない。だから当事者であるがゆえに、なかなかそれがもう言い出しづらい。そんな時に我々は宗教じゃない、書道ですっていう全く違う立場です。しかも当事者どころか日本から来たんですと、全然違う立場からやってきたものですから、そんな私が今度はこういうことをやりたいんですと言ったら、そういうことだったら乗りましょうと言ってくださったんですね。もちろんその前には人間関係を作りました。人間関係を作った上での話です。その出来事を通じて、ああ私たちは宗教でもなければ宗教家でもないけれども、何か役割を果たせるのではないだろうか。本日4月3日33カ所で開催されるわけですけれども、さまざまな宗派がこの活動に参加してくださることになりました。日本国内でもそうして和を持って互いに結び合えないだろうか、そういう願いを込めて今日という日迎えております。また来年もやります、再来年もやります。今回こちらには、日本アハマディア・ムスリム協会のレイス・アニス様、名古屋から私と一緒に来てくださいました。実はパリでユダヤ、イスラム、キリストのそれぞれの宗教の教えを希望するといったときに、キリスト教とユダヤ教はインターネットで調べたら比較的簡単にいい言葉が見つかるんですね。いい言葉というのは、その宗教にしか理解できない言葉だったら意味がないですから、万人が聞いて、あ、なるほど、それは共感できる。ところがイスラム教だけはインターネットで調べても言葉が見つけられないんですね。なぜかといえば、イスラム教というのはご承知の通りコーランが聖典ですけれども、基本的にコーランはアラビア語で書かれていて、他の言語に訳してはいけない。でも実際には世界中にイスラム教徒がおりますから、インターネット上にはいっぱいそれぞれの言葉で出てるんですけども、日本語ではなかなかイスラム教の人がおりませんから、そこで私もう困り果てて、アハマディア・ムスリム教会のアニスさんに頼ったんですね。そういうこともあって、今日この後私の次にアニスさんをご紹介させていただきたいと思っております。いずれにいたしましても、そういう思いでこの活動を開催しております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ではアニスさん、よろしくお願いします。どうぞ。
皆さんこんにちは。ご存知の通り、高野山のご本尊様は弘法大師空海様です。約1200年前、唐の国に渡り、密教という新しい仏教の教えを日本にもたらし、真言宗をお開きになられた方です。お大師様の教えは、すべての人がこのまま仏となって、今の世界を仏の世界にしていきましょうというものです。日々の生活の中で仏のように考え、仏のように話し、仏のように行動することが大事であると説いておられます。すべての人々がこうした生き方する限り、生き方をする限り、決して社会が乱されることはありません。先人たちの願い続けてきた平和の実現には、このような思想で純粋な思想が欠かせません。平和は人類の共通の理想であります。英語のピースという言葉は、ラテン語のペスに由来しています。ピースはヒンディー語では静かと、アラビア語では安全、または安心、中国語の仏教辞書では静寂と翻訳され、心の中が穏やかで清らかに住んでいる状態を指します。私はお大師様こその思想をとても尊敬しています。そして自国を愛する皆様同様、私この国日本を愛しています。この国の文化や伝統、そしてお大師様のような歴史上の偉大な人物たちに私は敬意を払います。ところで、私は一人ムスリムです。イスラームを信じる人はムスリムと呼ばれます。ムスリムという言葉は、平和の心を持って社会に平和をもたらすものを意味します。イスラムの創始者、聖なる預言者ムハンマドは、ムスリムという言葉を次のように解釈しています。ムスリムたる者は、自分の口、つまり言葉、そして自分の手で誰に対しても平和と安全を与える人です。イスラム世界において、アッサラーム・アレイクムという挨拶がありますが、これはあなたに平安がありますようにという意味を表します。イスラムでは、挨拶は平和への第一歩とされ、友人、知人は当然として、知らない人にも挨拶をするように言われています。この挨拶は単なる日常的な対話ではなく、偉大なる神様によって相手に平安や祝福がもたらされるようにという祈りの言葉が含まれています。現在、グローバル化の中で、お互い分かち合い、助け合い、そして相互理解が最も大事になってきました。そこで誤解されているイスラムと日本の方々の交流を増やして、イスラムの本来の姿を理解していただきたいと願っております。偉大なる神が、あらゆる喜びと平和を皆さんに満たしてくださいますように。アーメン。では、宮本代表、そしてアニス様、誠にありがとうございました。では、次に報道記号をいたします前田雄雲先生をご紹介させていただきます。
前田理雲。前田理雲先生は、毎日書道展審査会員、橿原神宮書き初め大会会長、公益財団法人書道芸術院参事、現演者理事長で理雲書道教室を主催されています。では、先生ですね、報道記号を開始いたします。皆様、この度、開催主催でありますコロナ禍収束と、人々の心の平安を共にお祈りください。どうします。もしよろしければ少しですね、近くに寄ってご覧いただければと思いますので、ソーシャルディスタンスはなるべく保つようにできます。近くでご覧いただいて、ソーシャルディスタンスを取った上で。
前田先生、心を込めてのご寄与誠にありがとうございました。では、ただいまからですね、前田先生からですね、今書き上げていただきました書についてお話を頂戴したいと思います。先生どうぞよろしくお願いします。前田亮です。本日はどうもお呼びいただきましてありがとうございます。またたくさんの方にお越しいただきましてありがとうございます。本当に私のすごいところですね、このように、来ていただきまして、いいご会ができたということは本当に、ありがとうございます。こちらの方でですね、先ほど宮本代表の方からも話がありましたように、世界平和を願って、簡単に言いますと、そういうことを宗教宗派を超えて、世界平和を願いたいんだと、そのために職場の作品を訪問希望してくださいというお話をいただいたのがおととしでありますね。最初はどういうような活動をされているのか全くもって分からずに、それこそ、こちらの本部さんの方にもそうでしょうし、他の人員さんにもそうなんですけども、飛び込み営業でも申しましょうか、飛び込みでこんなことをしたいんだというお話をあちこちでされておりまして、では私のところにも来られました。最初はなんかね、うさんくさい話だなと正直思いましたですけども、熱い思いがですね、日本代表の方から伝わりまして、それでお受けした次第でございます。このような機会をいただいたのは、私は去年4月の3日にはしたにして、農事さんに書かせていただきました。で、今年小林さんの今後口の大使協会ということですね。こちらの小林さんの今後口の方は、実は私は小林さん商工協会というところに属しておりまして、ちょうど30年前から今後口の方にご縁をいただきまして、教授代表のお手伝いに来させていただいておりました。どのようなご縁か、またこちらの方に別のイベントでですね、お世話になろうとは思いもいりませんで、非常に不思議なご縁を感じておりますし、感謝に至ります。本当にありがとうございます。今書かせていただいた文字、最初に書かせていただいたのは4文字、日々平安です。この昨今のコロナ禍でですね、いろんなことが今まで通りいかないと、で今まで通りのやっぱり平安ですね、安心した生活を毎日毎日送りたいものだと、それをですね、お大師様に、奉納させていただいて、その願いをなんとか、叶えていただけたり、我々はもちろん努力してですね、なんていうんですか、日々の平安を取り戻したいという思いが一つは書かせていただきました。それからもう一つの方は、平和の和ですね、和を持てたとします。諸国大将の言葉にもございますが、その平和の和だけを書かせていただきました。皆さんご存知というか、ご覧になられました通り、炭は淡黒薄い炭です。これ今塗ってる状態ですけれども、乾くと綺麗な水色になるはずなんですけれども、私はどちらかというと文字数をできるだけ少なくして、漢字というのは表意文字ですので、一文字一文字意味があります。その意味を、見る側はおこがましい話ですけれども、見ていただく方に組んでいただいて、いろんな思いなりを想像していただけたらというようになります。そしてこの淡黒を使うということによって、作品に奥行きを持たせたい。この炭も作り方は描いた線が残って、それ以外のところは滲んでいくわけなんですけども、それもそういう炭の使い方をして、ちょっとでも作品平面的な滲み的な平面に奥行きが出ないのかということを、日々思いながら、それからその一本一本の線、できるだけ少なく描こうとしているんですけども、その線の中に思いがこもらないか、感情がこもらないか、感情移入をどうしたらいいかなというのを日々考えながら、作品制作に取り組んでおります。
最近でこそまあちらちらとこういう作品を目にするようになったんですけども、実は戦前までは第二次世界大戦まではこの薄い墨は何だと、学校の書写の授業とかでも、もっと墨を濃くしなさいという話があったと思いますけども、この単独というのは薄めれば薄めるほど墨の粒子の色が出てきます。茶色い色であったり水色であったり、またこれいわゆる黒であったりとかいろんな色が出るわけですけども、薄めるとその色が分かりやすいです。その色も、楽しんでいただけたらと、こんな色が墨でも出るんだというのも見ていただけたらと思い、この単独を使わせていただきました。本日はどうも、書く時間は一緒なんですけども、準備をするのは結構墨を実はもう何日か前からすりため溶いたりとかですね、墨も調合したりとかして準備が意外とかかってはおるんですけども、書くのは一瞬ですので、まばたきしていただいたら終わってしまったということもあるかと思いますけども、まだ乾いたらちょっと作品の雰囲気が変わってくると思いますので、ちょっとお時間がございましたらですね、その変化していく姿も見ていただけたらありがたいなと思います。本日はどうもありがとうございました。前田先生、誠にありがとうございました。では、そうしましたら最後にですね、はい、高野山真言宗山林部長の山口文章様より言葉を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。今後ご代表いたしまして、御礼のご挨拶をさせていただきたいと思います。山林部長の山口と申します。よろしくお願いします。まず本日はこの春のうららかな良き日にですね、我がプロジェクト大使大きなイベントとしてですね、前田龍雲先生、先ほどからご挨拶ございました通り、高橋さんにものすごくご縁が深く、私どもの主催しております高橋さん教師大会、そして高橋さん仕事協会の重鎮でございます。この重鎮の先生が重鎮と言いますとですね、大体非常に初般の重鎮、お年寄りと思われる方が多いかと思うんですけど、そうじゃなくてもう全国から十数万点を集める教師大会のエースでございます。主催者のエースでございます。その前先生が、先ほどご挨拶ございました通り、不思議なご縁を得ましてですね、また小林さんでこうやって、奉納寄付をされる。それなんか不思議なもののほうに感じるわけでございます。宮本代表のお話でございました通り、このワープロジェクト、ワーと言いますのはですね、和歌山の和ですけれども、いろんなものを合わせるという意味でございます。合わせて和ませるという意味でございます。そういったのが、そういった精神がですね、全国そして世界の宗派であったり民族であったり、こう心が離れてしまったものを一つにする、そういったプロジェクトとして世界中で今広がっているというご挨拶でございました。非常に私も同調して感銘を受け取るわけでございます。この和という平和あるいは和む、そういったテーマで、取り組まれる、その何ですかね、方法といいますかね、重視なんていうのはこの書道ということでございますけれども、この日本の伝統芸術、伝統芸能ではなくて伝統芸術には全ての道がついている。書道、華道、茶道、柔道、剣道、全部道がついているんですね。道、むしろですね、書術がですね、柔術、剣術、全てじゃないんですね。道を追求する。先生の先の言葉にございました。墨をするときも気持ちを込めて、その気持ちがこう今たったなってくるんで、これ生きろ、ものすごい速くなってきます。言葉を知る、そのスピードであったり思い、そういったものがですね、すべてこの髪の毛に乗るわけでございます。もちろん他の道を継ぐ伝統芸術すべてそうなんですけども、そういった気持ち、精神性ですね、そういったものがもう褒めること、そっちの方が大事なんだというのが日本のそういう道の解き方であるかと思います。
そういった精神性、それをこの道、書道という一つの、なんですかね、まあ、芸術でいいと思います。それが芸術でいいと思うんですけども、日本を代表する芸術である書道を通して全世界に広がっていきますことを、まあ、心から記念申し上げまして、本日の本礼のご挨拶させていきます。本日は誠にありがとうございました。山口さん、大変ありがとうございました。以上をもちまして、第4回 4.3 大使日本の誇り和の精神の世界で奉納祭事を終了させていただきます。本日はご参集いただきまして誠にありがとうございました。そして三内ご住職の皆さん、またはお寺に関わる皆さん、さらにはお手伝いいただきました皆様には心より感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。ありがとうございました。お世話をおかけしました。ありがとうございます。